村井知事ははじめに大崎市が開設した二次避難現地対策本部を訪れました。大崎市の鳴子温泉には南三陸町や東松島市など5つの市と町から県内で最も多い合わせて1000人余りが二次避難していて、対策本部では避難先となっている44カ所の宿泊施設に地元自治体の情報や支援物資を届けています。どうか仮設住宅等ができますまで引き続きご支援のほどよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。この後村井知事は南三陸町の住民が避難している宿泊施設を訪れました。皆さんこんにちは。仮設住宅ができるまでにもうしばらく時間がかかります。大変な生活が続いているかというふうに思いますけれども、どうか将来明るい未来を作っていきたいというふうに思っておりますので、私どもを信じてどうか歯を食いしばって頑張っていただきたい、このように思っております。大崎の皆さん方、それからホテルのおかみさん、そしてオーナー、そしてホテルマンの皆さん方の温かいご配慮によりまして、非常に素晴らしい二次避難をさせていただいているところでございます。現在避難所で生活している県民はおよそ33,400人で、このうち他の自治体へ二次避難したのは1割以下の3000人余りです。村井知事は今後も環境の整った場所へ二次避難するよう被災者に進めていく考えです。二次避難をされている方一人一人とお話しさせていただきましたけれども、皆さん一様に非常に素晴らしい環境で生活をできているというお話をしてくださいました。これから暑くなってまいりまして、食中毒等の心配が出てまいります。また体育館等のですね、集会所等の室内の温度が上がってくるというふうに思いますので、健康状態を崩す方が増えてくる心配がございます。ぜひともこういったいい場所にですね、移って避難をしていただきたいと思います。